マリーシュ、エルアリーは、エジプト東部の市内半島にある都市、北市内県の県都である、地中海に面している、イスラエルパレスチナ国境にも近い、エルアリー国際空港があり、ガザ地区への最寄りの拠点として、人道支援物資の集積地としても利用されている。また、スエズ運河大学の一部の学部が置かれている。町は、古代エジプトのプトレマオス朝リノコルラの前哨地の、 あった場所の近くにあった、ベドウィンの居住地周辺に発達した。中世紀、巡礼者たちは、この場所を聖書にあるスコットと誤認していた。1560年、オスマン帝国によって、新しい城壁が建設された。1799年2月8日、ナポレオン戦争の最中、フランスは城塞を包囲した後、11日後に攻略した。第一次世界大戦時に、 城塞はイギリスの爆撃により破壊された。1958年12月8日、町の上空でエジプト空軍とイスラエル空軍の間で戦闘が勃発した。町はイスラエル軍により1956年の短期間と1967年から1979年まで占領された。1979年、 エジプトイスラエル平和条約調印をエジプトに返還された。ありがとうございます。